はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、久しぶりのバッグの中身紹介をしていきたいと思います。最近やってないなと思って見てみたら8ヶ月前とかだったので、そろそろやろうかなと思って今回はバッグの中身を紹介していきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでバッグ、じゃじゃーん、こちらでございます。これ最近私がゲットしたやつですごい気に入ってるんですけど、これがですね、ディーゼルのバッグです。なんか私前質問コーナーだったっけな、なんかで、ね、最近好きなブランドはみたいな質問でディーゼルって答えたと思うんですけど、本当に最近めっちゃハマってて、デザイナーさん変わって新しいデザイナーされたらしいんですけど、この D のロゴがめちゃくちゃ可愛くて、そう、すごいねハマってます今。これもね、実はあ、ちょっと後で紹介しよっか。はい、じゃあ早速やっていきます。まず1個目が、じゃあこれ紹介しますか。これがですね、ちょっと汚いかな、 AirPods ケースなんですけれども、このキーホルダーがディーゼルのやつで、これはね、適当になんか Amazon で買いました。今これバッグにつけてるんですけど、結構パンツとかにこういったキーチェーンみたいなのをつけるのがなんか流行ってるのかわかんないんですけど、ちょっとこうやっぱなんて言うんでしょう、ジャラジャラとつけるっていうのがちょっと2000年代っぽいっていうか、そのリバイバルみたいな感じで、最近結構キーチェーンも徐々に入り始めてるかなっていう気がするんですけど、なんかまあそんな感じで、 AirPods もこういうところにつけてる方いると思うんですけど、 AirPods そうだ、買えたんですよ。めっちゃ話があっちこっち行っちゃうんですけど、そう、 AirPods を第3世代かなんかの新世代みたいなやつに変えたんですね。今まで使ってたのが普通の AirPods だったので、ケースが縦長のやつだったんですけど、この横長に変わって AirPods ケースどうしようかなと思ってたんですけど、なんかつけてたら可愛いかなと思って、そうで、このキーホルダーがちょうどディーゼルで見てて可愛かったので、これにしようと思って、でまあこれがシルバー系だったので、じゃあシルバー系でなんかケースいいのないかなと思って見てたら、 Amazon でいい感じのを見つけたので買いました。はい、こんな感じでございます。こんな感じでバッグについてても可愛いし、パンツとかにぶら下がってても可愛いです。じゃあ中開けていきます。せーの、オープン、じゃん。めっちゃパンパン。あの、私バッグいろんなサイズに対応できるんですけど、必ずねパンパンに詰め込んじゃう癖があるんですよね。どのサイズでも結局パンパンになるっていう。でもこれはまあ結構コンパクトで、私的にはすごくジャストのサイズかなって思ってます。2つ目がじゃん、こちらハンドタオル、ハンカチですね。今の時代はこのウィーンっていうのができないので、お手洗いとか行った時に手を拭くのにハンカチを持ち歩いてます。たまにハンカチはね忘れてしまうんですけど、なるべく持ち歩くようにしてます。ちなみにこれはマリー・クワントのハンカチで、ポップアップの時にいただきました。ありがとうございます。サイズ感が本当にちょうどよくて気に入ってめちゃくちゃ使ってます。じゃあ次3つ目、じゃじゃん、こちら。これは私の YouTube を見てくれてる方であれば、みんなも愛着湧いてくれてるんじゃないかなって思うんですけど、これは私の妹の友達の妹ちゃんが作ってくれたティッシュケースです。このスヌーピーのめっちゃ可愛いティッシュケースで、めっちゃ丈夫なんだよな、これ。ほんとずっと私使ってるもんな。まあ、こんな感じでティッシュを入れてて、でこっちにねポッケがあって、ここにはいろいろ入ってるんですけど、絆創膏とか、あ、これねベイマックスの絆創膏なんですけど、これディズニー行った時に靴ずれしちゃって、でスタッフさんに絆創膏とか売ってるとこないですかねみたいな感じで聞いたんですよ。でなんかディズニーだからワンチャン絆創膏もらえるんじゃないかなと思って、ちょっと一応聞いてみたんですよ。そしたら、近くであればそこのベイマックスストアに売ってますよっていう風に言われて、しっかり営業されてそこでね買ったんですけどね、やっぱりディズニーなので高かったんですが、まあでもたまにこれつけるとテンション上がる、やっぱり可愛くて。であとはなんか別に見せることでもないんですけど、バファリンプレミアムみたいな鎮痛剤、私生理痛が本当に激しくて、そうそう、だから鎮痛剤持ち歩いてるのと、あとはこれも前紹介したかと思うんですけど、メロタンが車好き神社で買ってきてくれたお守り、これをねいつも持ち歩いております。では4つ目、じゃじゃーん、こちらでございます。ミンティア、私はミンティアは絶対に持ち歩いてます。私はねミンティア派なんですよ。でミンティアの中でもこの大粒タイプのミンティアが好きですね。やっぱ一回大粒食べちゃうと小粒タイプがなんか物足りなく感じちゃうので、私はこれがすごい好きです。こっちがミント味で、今までずっとこっちだったんですけど、友達がねピーチを持ってて、ピーチもらったらすっごい美味しかったので、結構本格的なピーチで、だから今ちょっと2つあるんですけど、こっちがもうすぐなくなるのでこっち新しく買いました。次5つ目がじゃじゃん、こちらシノタン巾着ポーチでございます。これももうねスタメンっていうか、
これももう私のバッグの中身紹介フル出場だと思うんですけど、初めてのファンミーティングの時にお土産でみんなに配った巾着なんですけど、これはマジでね、サイズ感がちょうどよくって、私友達にも何人かにこう配ってるんですけど、みんな使ってくれてます、マジで。友達と遊んだ時もみんなこのポーチ持ってて、リップとか塗り直す時もこうパッて出てきて、あ、使ってくれてるのって言ったら、え、マジで使ってる、これ本当にサイズちょうど良すぎてマジで使ってるみたいな感じで、すごいみんなも使ってくれてる巾着です。私もこの中には、まあ、リップ、今日はこれを使ってます。ちなみにメイベリンのコーヒーコレクションの270番です。リップと香水、これがね、なんか限定でディオールのあのブルーミングブーケ、ちっちゃいサイズがついてくるみたいな時があって、その時にゲットしたやつ、コンパクトで持ち歩きやすくって、これ持ち歩いてます。あとはこの多分アパホテルかな、多分アパホテルでもらってきたもらってきた櫛ですね。めっちゃ使ってます、これ。本当めっちゃ丈夫で使いやすいので、ちょっと折りたためるしね。で、あとモアリップ、モアリップはマジで大事、めっちゃ保湿力が高くって、結構私はいつどのタイミングでもこれを使うかな。メイク前に塗ったりとか、日中ちょっと唇乾燥してきたなって思ったら塗ったりとか、リップ塗ってるとあんまり塗ることはないんですけど、すっぴんの時とか塗ったりとか、また寝る前も必ず塗ってますね。っていうぐらい、もう分かりますか、このぺちゃんこの感じ何個リピートしてんだろう、本当に多分10個ぐらいいくんじゃないかな。まだストックあるんですけど、そう、これも大好きですっていう感じで、以上です。続いて6個目、じゃーん、こちらまた巾着が出てきましたね。私結構ね、小分け女子タイプですねこういった巾着とか、なんかポーチみたいなのにいろいろこう小物をバッて入れるタイプなんですけど、これはね、ディーゼルの何を買った時についてきたんだっけな、これ、あ、それこそこれか、キーチェーンを買った時についてきた巾着袋が、すごい縦長でサイズが良かったのでこれを使ってるんですけど、中にはですね、なんかケアセットみたいなのが入ってて、まずこれがリプティックのハンドクリームです。私冬めちゃくちゃ乾燥するんですよ、手が。一人暮らししてるとね、そう、洗い物とか洗濯とか水回りをやることが増えてから、マジで手が乾燥しやすくなって、本当にね、おばあちゃんみたいなシワシワの手なんですよね。で、まあ手ってやっぱりすごい目につくところだし、自分でも気になるので、ハンドクリームはね、冬はまあ必ず持ってるかなんですけど、このリプティックのハンドクリームすごいよくって、もちろん香りもいいし、すごいこうサラサラするんですね、塗った後も仕上がりがすごいサラサラするっていうのもすごく好きで、ハンドクリーム塗ってベタついてると、なんかいろんなところにクリームがつついちゃったりとか、そういうの気になるじゃないですか。これも多少はあるとは思うんですけど、やっぱりでもそんなに気にならないかなっていうので、これすごい気に入ってるっていうのと、あともう一個すごいいいのが、大体ハンドクリームとかってパカッて開けるか、ぐる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 回してやるかじゃないですか。でもこれがですね、めっちゃ新しいなと思って、こんな感じでポンプ式になってるんですよ。これすごいですよね。だからまあこのままこうピッて出して塗れるっていう感じで、これすごいおすすめです。なんかプレゼントとかにもすごいいいと思います。リプティックだし、見た目もすごいおしゃれだし、ハンドクリームあって困らないものだと思うので、これはすごいおすすめですね。で、あとはこちらが友達にね、プレゼントでもらったんですけど、ハンドスプレー、除菌スプレーみたいな感じかな、白のやつですね。今の時期なのでこれも持ち歩くようにしてます。ただちょっとこれ大きめなので、バッグが今日みたいに余裕がある時とかはこれを持っていくんですけど、もう少しちっちゃいなっていう時だったりとかは、薄めの除菌シートとかを持って行ったりしますっていう感じかな。あとはもう少し小さめのハンドジェルとかを持ち歩いてますかね。新しい容器買って詰め替えればいい話なんですけど、私がめんどくさがり屋なのでそういうことがあんまりできないので、これはバッグが大きい時に持ち歩いてます。で、あともう一個が、じゃん、こちら、これも余裕がある時に持ってくって感じなんですけど、これがね、アルジタルナチュラルバリアハーバルマスク&エアスプレーって書いてあって、これもクリスマスにプレゼント交換した時にもらったやつなんですけど、マスクスプレーです。マスクずっとつけてて、ちょっとさっぱりしたいなっていう時とかにこれをシュッて塗ると、結構これさっぱりするんですよね。で、なんか匂いもね、何の匂いなんだろう、これオーガニック系の香りがします。なんかちょっとシナモンっぽい感じの香りかな、私的に。うん、なんかそんな感じの香りで、サイズもそんなに、まあ、これは大きくないので、これも持ち歩いておりますっていう感じです。次が7個目ですね。じゃじゃん、こちらでございます。アベマのあのコンパクトケースの中に入ってるんですけど、ちょっともうね、使いすぎてちょっとハゲてきちゃったんだよな。これもね、使ってるんですけど、この中にはですね、じゃじゃん、こちら2つ入ってます。まず1個が、これがミラーですね。シャネルのミラーで、これはですね、シャネルさんにギフトでいただいたもので、ちょっと非売品で売ってはないんですよ。そう、前なんかで紹介した時に質問来てたんですけど、こんな感じでめっちゃ可愛いんですよね。コンパクトですごく使いやすくって、これもずっと、これもずっと使ってます。なんかリップ塗り直したりとか、私目にめっちゃゴミ入る人間なので、目にゴミ入ったなっていう時とかによく使ってます。
あとこれはもう私のおなじみのロート G の目薬、ずっとこれ使ってる私、一番最強のやつ、8プラスぐらいのやつです。コンタクト用のやつね、使ってます。続いて8個目がじゃじゃん、こちらお財布でーす。リビアンの私のずっと使ってるお財布、もうねしまないんですよ、ほら見て私がカードを入れすぎっていう問題があるんですけどね、なんでこんないっぱいになっちゃうんだろうな。でもカードこれでも最小限にしてるんだよな。あ、でもプリクラが入ってたわ。プリクラ抜いとこ、なんかライブ行った時にめっちゃ久しぶりに記念に撮ったプリクラ。もう最近のプリクラえぐいですね、マジで。誰みたいな、ほんと誰ですかって感じになるから、マジでびっくりした。ほんと久しぶりに撮ったけど、なんか「君空」ってやつと「97%」と、私これ一番好きだったな、プリボックス。なんかこれは加工の度合いが選べて、私はナチュラルにしたんですけど、これがなんか一番自然な感じで好きでした、私。あとはもう怖い、もう本当に誰か分かんなくて怖っと思って、これもね入ってました。そうで、あと財布、これね、前に「ゲットリディズミー」だったっけ、何だったっけかなんかで、開運日にお財布を変えたかったけど変えれなかったっていうお話をして、でみんなにおすすめを聞いたんです。そしたらめっちゃたくさんのコメントを皆さんくださって、ありがとうございます。いろいろ教えていただいて、そのコメント見ていろいろ調べたりとかしてるんですけど、個人的に気になってるのがセリーヌ。セリーヌめっちゃ可愛かったんですよね。なんかモノグラムのやつとかめっちゃ可愛かったし、いいなと思ってセリーヌが気になってるのと、あとイルビゾンテのお財布もすごい気になってて、革のやつで使っていくとどんどん味が出ていきますよっていう風に言ってて、それもすごいシンプルで可愛くて、そう今悩んでます、どれにしようと思って。でも私この前最近ハマってるディーゼルに行ったんです、店舗に。そしたらね、このロゴの財布があって、それのね黄色があったんです。なんかいつもだったら黒とかちょっと落ち着いたカラーとかにするんですけど、私基本的に、なんですけど黄色がめっちゃ可愛く見えて、黄色とブラックとホワイトがあって、でサイズもほんとこんな感じで、で作りもめっちゃ似てて、ここが小銭入れれてお札入ってカードちょっと入るみたいな感じで、うわめっちゃこれいいと思って、ブラックがやっぱ安定に可愛いかなと思って見てたんですけど、ホワイトもめっちゃ可愛くて、でもホワイトってやっぱ財布絶対汚れるだろうなと思って、しかも結構もう綺麗なホワイトだったんですよ、それが。だからちょっとホワイトもどうかなと思って悩んでたら、店員さんが「あとこれイエローもありますよ」みたいな感じで言ってて、イエローも見たんですけど、イエローがめっちゃ可愛くて、なんか今年のラッキーカラーみたいなのが赤とかイエローとかグリーンとか、そういうパキッとした元気の出るようなカラーみたいな感じで書いてあって、でちょうどいいやんと思って。でもその次の開運日が3月26日じゃないですか。でまだ今1月の終わりだから、マジでどうしようと思って、私これめっちゃ欲しくて、で今買わないとなんかなくなっちゃいそうで、すごい心配だなと思って、買うなら絶対今のタイミングなんですけど、3月26日まで私待ってるかなと思って、そうめっちゃ悩んでるんですよ今、究極に悩んでて。でもなんかすごい一目惚れして、すごい可愛いって思っちゃったから、すごい今ね本当悩んでるっていうお話、話がそれちゃいましたが、はい、お財布こちらですね。で続いて9個目がじゃじゃん、こちらマイボトルです。これは前にも紹介したかな、ケースティファイあるじゃないですか、スマホケース、あそこのやつですケースティファイのマイボトル、たまに質問いただくんですけど、チューナっていう風に入ってて、私結構お水とか持ち歩くのでマイボトルとか持ってたらいいなと思って、バッグが大きい時とかは結構こうやって持ち歩いたりしてますかね。これはちなみに 550ml 入るやつです。結構大きめかな、ブラックのシンプルなマイボトルです。でラスト10個目が、まあ、これは別にあれなんですけど、鍵でございます。ちょっとお見せできないんですけど、このキーホルダーは綿谷進次郎さんのプロデュースブランドの W46 のやつです。キーホルダーをつけてます。私鍵あるあるがあって1個、だいたいこの鍵バッグに入れるんですけど、あのバッグの中でもこういうなんか内ポケットとかあるじゃないですか、結構私ここに入れるんですよね鍵。え、これみんなもそうじゃないかな、なんかやっぱ鍵って大事じゃないですか、めっちゃ。だからちょっとでも奥にしまいたいみたいなちょっとでも奥にしまいたいから、よくこの小物入れみたいなところにこうスッて入れて、一発でこう分かるようにみたいな感じで、チャックがついてたらなおよしって感じですね、はいということで以上で終わりでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。前に紹介した時と、まあ、そんなに変わってないかもしれないんですけど、まあ、でもリアルな最近のバッグの中身ということで紹介させていただきました。ご覧の通り私のバッグの中身は全然統一感とかおしゃれさとかもあんまり気にしてないので、実用的なものが入ってるっていう感じですかね。まあ、なんか冬にもなったし、前やったのが確か春とかだったかなので、2022年冬バージョンということで紹介してみました。またそうだ、多分お財布変えたりとかしたら中身も変わってくると思うので、そしたら
またね紹介できればいいかなっていうふうに思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。